大人散歩、今回は川口元郷駅に来ております。さあ、ということで今回はですね、こちらの七色プラスを参考に埼玉高速鉄道沿線を楽しくお散歩していきます。都心までのアクセスもいい便利な路線、埼玉高速鉄道の沿線でどんな出会いがあるのか楽しみです。駅から5分ほど歩くとこちら元郷氷川神社に到着します。境内にあるこちらの天水桶は川口の特産物である鋳物で作られているんです。1964年の東京オリンピックの聖火台を作った鋳物師の方の第1号作品だそうです。こちらの神社の御朱印は可愛いお花の添え印入りなんです。お花の添え印は毎月変わるそうですよ。さあ、また少し歩いてきましたが、何やら可愛いお店ありますね。木のおもちゃ、コマムグ、ちょっと気になるので行ってみたいと思います。木のおもちゃがいっぱいありますね。かわいらしい。あ、じゃあちょっとお話を伺ってもいいですか。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらのコマムグさんはどういったお店なんですか。コマムグは埼玉県の川口市にある木のおもちゃの、工場とお店になります。なるほど、工場も、はい、一緒なんですね。はい。お子さん用にっていうおもちゃなんですか。あ、そうですね。小さいお子様向けにおもちゃを作っています。かわいい。これもおもちゃですか。あ、はい、これもおもちゃです。置いててもかわいい感じしますけど、遊べるっていうことですよね。はい、そうです。ぜひ遊んでみてください。遊び方わかりますか。どうやって遊ぶんだろう。こうなんか。そういうことじゃない。あ、でもなんかついてますね、下に。動く？なんだろう。よかったらこの坂の上に置いてみてください。ちょんと押していただくと。あ、かわいい。ちょっと動きがあまり良くないかも。癒される。面白い。はい。かわいい。またなんかいいですね、やっぱ木っていうのはぬくもりがあって、はい、大人でも楽しめますね。そうですね、大人の方で好きで集めていただいてる方も結構いらっしゃいます、うん、確かに置いてるだけでもかわいいですもんね。もちろんこれもかわいいんですけれども、なんか他におすすめのおもちゃってあったりしますか。はい、私が好きなおもちゃで猫ブロックっていう商品があるんですけど、猫ブロック、じゃあこちらにある猫の積み木のおもちゃですね。猫ちゃん、この斜めに立った猫の上にもう一匹猫を乗せることができるので、はい、よかったらチャレンジしてみてください。この猫ちゃんの上に、はい、この猫ちゃんが乗るんですか。はい。どうやって乗るんだろう。いや、無理だよね。無理だよな。この角度でってことですよね。はい、そうです。すごい脳みそ使いそう、これ。もう大人になると余計なこと考えちゃうから。いけそうだけどな。いけないよな。本当にいけるの。どういうことなんだろう。今すごく惜しかったです。惜しかった惜しかった。こんなこと無理。あ、乗りました。すごいです。今のヒントがなかったら。すごい。はい、こんな感じでいろんな重ね方をして遊ぶおもちゃになってます。こちらの
会社としての取り組みを教えていただけますか。はい、普段は木のおもちゃ作りをしている会社なんですけど、川口市の地域貢献事業者に認定していただいたりとか、あと埼玉県の SDGs の方を宣言企業に認定していただいたりとか、そういった取り組みをさせていただいてますね。一つ一つ手作業でこちらで作られているんですか。はい、そうですね、もうほぼ 100% この工場の中で製造してますね。安心ですね。川口といえば忘れちゃいけないのがスキップシティ。中でも映像ミュージアムは体験型なのでとっても楽しめますよね。例えばこんな、キャー、危ない、危ないところだったね。はぁ、一発通り抜けた。手を挙げよう。やった、やった。咲子さんがチャレンジしたのは大人気の空飛ぶ魔法の絨毯。うん、すごいな。はい、楽しい合成技術で恐竜の世界へひとっ飛びできるんですよ。子供はきっと楽しいだろうな。ねえ、私もやってみたいです。うん、ねえ、楽しそうじゃないですか。うん、そうだな。ああ、よかった。短いってこれだ。かっこいいポーズで決めてみよう。シャキーン。帰ってこれました。危ない、どうなるかと思った。まさか恐竜のね時代に行くと思いませんでしたけど、楽しい。こういうブルーバックがあるとね、恐竜の世界にもひとっ飛びできるんですね。わあ、すごい。カエルだ、カエルの鳴き声。あ、今この絵と合ってるの。あ、見て、カエルだ。あ、楽しい。あ、雨だ。楽しい。さて、今日の大人散歩は埼玉高速鉄道川口元郷駅周辺をお散歩しました。ということで、大人も子どもも楽しめる川口市で、人の温かさに触れながらとっても楽しいお散歩ができました。さらに川口市のことが大好きになりました。以上、大人散歩でした。今日も元気にいってらっしゃい。